富士見ちゃんがダメ？そんなことないでしょ。ダメじゃないよね。普通に話すよね。あったら富士見ちゃん元の。ダメなの？ダメになったの NG に。いや、前の富士見ちゃんは富士見ちゃんとヨギマムバトルでしょ。あの時は、なんかもう解決してんじゃないの？富士見ちゃんとひどんなちゃんの言葉を思い出しないよ。なんつってたっけ？私も覚えてないわ。ん？いや、富士見ちゃんは誰がどうのこうのなんて言わないんじゃないの？ぶっちゃけ大人だから。勝手に呼ぶなんて、だって結局人生も私に任されてんじゃないの？ダッソの誕生日会も。任されてないの？私。だって私がパンパンパンって決めていかないと、もう来週だからどうすんのよって。前回のメンバーっていう話だけど、シャシャに出ないでってなんでよ。ダスと親しくないのに？私？あ、ヨギママが？ヨギママはだってあれ、イチゴ狩りとか企画行ってるよね、一緒にね。ダスと。仲悪くはないと思うけど。結構絡んでるよね。心霊とか言ってないけどね、山ちゃんと。いや、でもさ、そのさ、だから人選はいつもそうじゃん、ここ。誰を呼べ、誰がダメとかさ。もうそういうの疲れない、もう。一週間またやるの。愛子ちゃんの時もそうだったでしょ？愛子ちゃんと両タッチョ、私、機長くんのお誕生日会の時もそうだったじゃん。毎回揉めるじゃん、その誰がどうのこうのです。でもさ、その誕生日会っていうのがあって、そういえばこういうのがあるんだけど、誘うのが大人じゃない？普通に。話した人に、ね、そういえばダスの誕生日会あんだけど、どうみたいなさ。まあ、来るか来ないかわかんねえよ、ぶっちゃけ。一応、そういう話した人にね、言うのは当たり前なんじゃないかな。私はそう思うけどな。これでなんか声かけなかったら声かけなかったでちょっと寂しいじゃん。ひーちゃんとね、ふじみちゃんも来んのに、なんで私は声かけられてないのとかなんない関わり合いがあんのに。じゃ、ダスはそんなの思ってない。誰が来ようと嬉しいと思うよ。自分の誕生日だし、いろんな人にお祝いしてもらえれば嬉しいと思うけどね、誰だろうと。来てくれた人は嬉しいと思うけどな、そんなもんじゃない誕生日会って。勝手に呼びつけ。そうじゃない誕生日会って。嬉しいよね、誰が来てもね。誰がどうのこうの言ってんのは女だけじゃない。ここは女性リスナーが多いからそういうのを考えんだよ。ねえ。せーだーまためんどくさいことになってる、これ。誰々がどうのこうのとか。だから小学生でも何でもないんだよ、私たちは。大人なんだから。そういうね、誰々ちゃんを呼ぶなとか、誰々ちゃんを来るなとか、そういうのじゃないんだよね、ぶっちゃけな。そうでしょ？喧嘩なんかしてないよ、今。ヨギママとだって別にあれからね、別に普通よ。ねえ、普通ヨギママだってコメントしたしね。もうその瞬間で私は別にもうどうでもいいんだよ。パッとコメント現れたらお帰りなさいって言ったでしょ。ねえ、ここにいる限りはリスナーの一人だってこの間前回はっきりと言ったでしょ、ヨギママにも。配信者うんぬんじゃなくて、ここにいたらここでお話ししますよって。愛子のことを、はい。明菜ちゃんが出てきましたよ。勝手に、誘って揉めたの忘れたの。自分が
悪いと泣いていたよね。バカなんだって、ほら、アキラ。でもそんなことも忘れてんだよね、ぶっちゃけね。ぶっちゃけ。忘れちゃってんだよ。うん。ただ、あの時はりょうたも揉めたじゃん。あやこちゃんを結構使ったでしょ、配信的にもさ。じゃあ、あやこちゃんも呼べばいいんじゃないの？と、ダスの誕生日会に。あやこちゃん電話してみるよ。もうだって、ヨギママを誘った時点でそうじゃん。もう、あやこちゃんも呼んじゃえばいいじゃん。だって別にダスはあやこちゃんと何もないよね。ひどんなちゃんも、ふじみちゃんもあやこちゃんと何でもないじゃん。ヨギマンも何でもないしよ。ねえ、あそこにいるメンツ、ヤマちゃんもアイゴちゃん何ともないじゃん。他の人が、お、なんだって？だからさ、そのさ、誰を呼ぶ、誰を呼ばないとかって難しくない？誰々はどうのこうのとかさ、そんなさ、みんなが言うことをね、全部まとめてね、選んでったな。じゃないの？もう私がね、ガツガツ決めてくしかないんじゃないの？うちでやんだかな。だってダスは主役でしょ？そういうのやりたくないタイプじゃん。自分が誘うって恥ずかしいって言ってんだかな。誰かがやってあげなきゃいけないんじゃん。そうだの？で、ダスは誰が来ても喜ぶタイプだかな。うん。そうじゃない？だから、おととし、ね、嬉しそうな顔してたじゃん、ナス。うん。そうじゃん。去年と同じメンバーって言ってた？でも、みんながみんな来れる。だったら、藤見ちゃん断るよ。藤見ちゃんいなかったじゃん。去年と同じメンバーだったらひどんなちゃん、あたし、ドラ猫先生、ダス、あと誰だ？貴重くんじゃん。うん。じゃ、去年と同じメンバーって言うんだったらね。じゃあ、藤見ちゃんは何なのってそこに入ってくるの、藤見ちゃんを呼べって言ったじゃん、みんな。言ってることおかしくね？おかしくない？じゃあなんでふじみちゃん特別扱いなの？ヨギママが来ないんだったらふじみちゃんもね、誘わないのは当たり前じゃないの？そうじゃない、あやこちゃん誘わないって言ってんだったな。じゃあふじみちゃんも誘わないのが当たり前なんじゃないの？去年のメンバーで言うんだったんね。まあでも確かにふじみちゃんとかは声かけてんだよ。声かけてんだけど、なんで来れなかったかっていうと、遠征してたんだよね。それで行けないわっていうのね。いや、それだったら入れても、ね、でも来るって言ってるし、いいと思うんだよ。うん。そうでしょ？プラスアルファだよ。だ、去年誘った人、去年いる人でもがっつり決定だったらいいんじゃないの？ヨギママは断りますよ、だから。ヨギママはイレギュラーってことでしょ？ヨギママやめた方がいいってことでしょ？一応誘ったけど、そういう理由があって、みたいな。さっき誘ったばっかだけどさ。うん、一応誘ったけど、ちょっとごめんねって今回はね、その、去年と同じメンバーにしますっていう感じで。うん。ほんと身勝手？でもなんか言わないのもおかしくないっていう、分かってくれるっしょ、みんな。私が優柔不断だってこと。いつもそうだっていうの分かってるっしょ。うん。ワンタロウくんとか呼べないんだからそれでいいんじゃないの？大丈夫よってほら、ヨギママ言ってんじゃん、ほら。大丈夫よって本人が言ってんだからよくない？どうなの、ほら。でも決定ね。去年いた人と去年誘った人でもう限定にするわ。他の人は誘わない。それでいいっすか？ねえ、もうガチャ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 言われようがなんだろう。ダッスーの誕生日会なんだかな。
ね、ここでガチャ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 しても意味がねえんだよ。そうなの？ダスのお誕生日会、私のお誕生日会とかじゃないんだよね。じゃ、ダスはダスで、そういうの決められない人なのよ。わかる？みんな。自分で例えばさ、配信者ってやるじゃん、お誕生日会。こないだのゼロワンくんもそうよ。ゼロワンくんもお誕生日会をやったけど、自分でリストを作ったりとかしたじゃん、誰々を誘うリストって。それで自分で連絡を取って、あっちから連絡来るじゃん。ただダスはそういうタイプじゃないって言ってんの。自分でね、それでお誕生日会やります。この人来てくださいって、こう、招待状出すようなタイプじゃないの。恥ずかしがり屋だかな。だから、私がやってあげてんのよ。うん。OK？ ダスが、ね、誕生日ね、楽しんでくれればっていう気持ちで私も動いてるわけよ。そうじゃない？ねえ。お誕生日が盛り上がって出すが、みんなに祝ってもらえればいいかなっていう気持ちよ。うん。ねえ。あ、あと、藤見ちゃんだ、藤見ちゃん。藤見ちゃんも来るって言ったもんね。こういうことになるってこと？こういうことだよね。あ、でもいいんじゃない？人数的に。1,2,3,4,5,6,7,8,9。まあみんなが来るかどうかわかんないけど。まあ10人未満ね。まあギリギリかな。あ、キチョクごめんね。寝てた？まだ起きてた。何してたの？え、寝るとこだったよ。あ、寝るとこだったごめんね。うん、いや、大丈夫。なんか来週ね、月曜日、うちでね、うん。ダスのお誕生日会。うん。前やったじゃん。うん？ああ、ドラ猫先生が来た時みたいな感じで。そうそう、また同じメンバーでやろうかなって言ってたんだよ。はいはいはい。だから月曜の夕方ぐらい空いてるかなと思って。15かな、祝日。15はね、月曜日ね。15は何もない。ない、めちゃ、うん、じゃあ開けといて。夕方ね。夕方、そう。うん、そのままで大丈夫か。あのご飯とか用意するから。また甘いみたいな感じで。うん、でもあれ美味しくなかったんで、前のやつね。前なんかガスとかなんかで頼まなかったっけ？みんな全然食べてなかったよね。前はね。寿司もなんか微妙だったし。作った方がいい？だけど、なんかやることあるんだったら。手作りか出前かどっちがいいと思う？いや、めんどくさくないんだったら。作った方がいい？ネタになるんだったらな、ちゃんも。ああ。行きたいんだったらね、しょうがないけど。まあ作ってもいいんだけどね。うん。前回って誰が来たっけ？前回は、ドラ猫センス。うん。ひどんなちゃん。うん。たくみくん。うん。ぐらいかな。そんないっぱい来てなかったよね、前のね。うん。うん。今回はさらにみずにゃんとか誘ってみた。あと、ふじみちゃんも参戦みたいな。あ、みずにゃんも来るんだ。うん。うん。わかりました。いや、なんか手伝うことがあったら言ってください。うん、はーい。うん。じゃあ夕方ね。はーい。よろしくお願いします。はい、わかりました。あ、きちょくさ、野球はいつだっけ、あれ。8月だっけ。8月25だね。あれが日曜だよね。日曜の昼間だから、うん、24に行って25に帰る感じでいいんじゃないかなと思うんだけど。オッケーオッケー。うん。大阪だよね。あ。え？大阪だよ。京セラドームだから。大阪だよね。うん。始球式だよね。そう。オッケー。奈々ちゃん、ちなみに26日は野球来るの？何それ？月曜ってこと？ノックさんのチームでやるんだけど。ああ、ノックンからなんか来てたの DM、シカトしてた。来てたでしょ。
でもそれはいけないかも、25行くんだったな。いや、今月だよ、それは。え？今月？そう。今月の26って何日？本物の始球式は8月。あと、野球の試合数が26だね。7月の金曜日。金曜日何時かな？ナイターだから5時から。あー、行けたら行こうかな、じゃん。うん、なんか、奈々ちゃんに声かけるとかなんか言ってたから。何をすればいいの、私。いや、わからん。始球式じゃない？けど。わかんない。野球全くわかんないんだけど、私。結構なんかツイキャスは有名な人なんか呼んでたけどね、ノックさんが。ああ、そうなんだ。うん。26日ね、ちょっと考えてみる。うん。場所はどこだったかな？東京？東京。はいはいはい。場所はちょっと待って。野球の練習会？試合だね、ふわっちとの。あー、じゃあ結構あれなんだね。ちゃんとしたやつなんだね。そうそう。あ、大井だ。大井ふ頭だ。大井って大井町？うん、あの競馬場のとこ。おー。あ、じゃあ近いかも。川崎近いよね、大井ってね。うん。まあ、夜だから。5時から9時まで借りたんだけど、グラウンドは。オッケーオッケー。取れたら。うん。はーい。じゃあ、その誕生日会は予定入れときます。はーい。お願いしまーす。はーい。何の話してるんだっけ？あ、そうだ、そうだ、出す。泣きチョークオッケーで、たくみくん今連絡したけど帰ってこない。クランクも仕事中。ひーちゃんも出ない。ドラ猫先生、私から直接言ってみようかな。でも、山ちゃんから言うって言ってたもんね。そうだよね。山ちゃんからの方がいいよね。私がまたシャシャって。なんか喧嘩になりそうじゃない？また。うん。怒鳴られるよね、またね。ほら、ほらーとか言ってね。朝から電話迷惑してんじゃねえよ、この野郎とか言って言いそうだよね。おいとか言ってね。うん。言われそうじゃない？ホテルマンキックしてよとか言ってさ。言い返しろよとか言ってね。社会通念上おかしいだろとか言ってね。似てる？はい、はい、そうっすね。そうっすね。はい、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 みたいな。そうっすね。はい、はい、はい、みたいなさ。山ちゃんが言ったら大丈夫？でもギャラ払うっつ言ってたんでしょ？1万円ギャラ払うの、まあいいけどね。その1万円は誰が払うの？山ちゃんが払うのかな？スペシャルゲストみたいな感じだかな？ダッスーが1万円払うの？お誕生日の人が。すごいよね、その1万円ってね。でも確かにドラ猫先生が来た方が盛り上がるわな。ねえ、去年だってドラ猫先生がいたからすっげえ盛り上がったもんね。もう主役クラスに盛り上がるかな。